増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いします。はい。さて、 FRB のパウエル議長が先ほど議会証言をされたということですけれども、これによって市場はどうなっていくんでしょうか。よろしくお願いします。そうですね、先週はニューヨーク市場、東京市場とも大きく下げた1週間だったんですが、特にアメリカの先週の終わりの金曜日ですね、ニューヨークダウが533ドルでしたか、大下げるというですね、大下げだったんですね。そして、その金曜日のニューヨーク下げを受けて、月曜日の東京ですね、今週の月曜日、6月21日、これは大きく報道されましたように、日経平均はですね、一時1100円でしたかね、以上を下げるということで、2万8000円を割り込んで、2万7800円台まで、ね、ニューヨークの下げをそっくりそのまま受けて、東京も下げたということなんですが、この下げ率を見ますと、ニューヨークの場合は金曜日1日で下げたのが 1.8% ぐらいですね。ところが東京の方のですね、日経平均の下げは一時大きく下げた時点で 4% を超えるこの下げなんですね。ですから下げ率からいくと、東京の下げはニューヨークの倍以上だということが言えるわけです。いずれにしてもですね、先週は日米株価が下落したと、しかも大きく下落したということですね。その最大の原因は、もう皆さんご存知の通り、FRB、世界の基軸通貨の復興券、基軸通貨の自由裁量権を持っている FRB がですね、の金融政策というのは、日本をはじめ世界の経済あるいは市場にですね、マーケットに大きな影響を及ぼすということは当たり前の話なんですが、その FRB が、この金融政策のシフトすると、つまり金融政策をですね、切り替えるということがですね、決まったというか発表になったんですね。それは先週のアメリカ時間で6月の16、17日だったと思いますが、アメリカの火曜日と水曜日ですね、そして水曜日にパウエル議長が記者会見をして、FRB の経済の見通し、それから金融政策、今後の金融政策のスタンスと、こういうのをですね、発表したわけなんですが、その中で、明らかになってきたことが、この金融緩和を、俗に金融緩和の出口というのですが、いつ終わるかということですね。緩和が終わって、その次に来るのは緩和の逆の引き締めなんですね。それがいつかということで、それについてはですね、2023年の、末あたりという言葉が、出てきたためにですね、これから2年半ほど先だということになったんですが、それだけなら良かったんですが、この会見の後ですね、金融決定会合 FOMC というんですが、アメリカのですね、金融決定会合のメンバーの人全部で確か18人ぐらいいるんですが、その中のですね、主だった人がいろいろその整備インタビューしたりですね、あるいは講演会で話をしたり、いろいろ話が出てくるわけですが、この出てくる話がことごとくですね、金融緩和の出口はこの前倒しになるという話ばかりなんですよ。で、中でもセントルイス連銀の総裁のブラードさんという人がいるんですが、
この方はですね、来年だから2022年ですね、にひょっとすると売り上げがあるかもしれないなという話ですから、もうなんか来年の話になってくると、これ相当ですね、マーケットにインパクトを与えるわけですね。まあそれが原因で、金曜日は下げたということもあるんですが、まあいずれにしてもですね、このブラードさんだけではなくて、サンフランシスコの連銀の総裁とか、クリーブランドの総裁とかですね、皆さんこぞってですね、この緩和縮小と利上げと引き締めですね、の時期が皆この早くなると、早まること話ばかりです。でしかしながら、この記者会見でパウエル議長は、2023年のマストこう言ってるわけですから、他のまた連銀の理事がですね、あとかこうとか言うとですね、市場が混乱するわけですね。ということで、まあ、アメリカ時間今日のパウエル議長の議会証言というのは非常に重要で、これがいろいろ話はあっても FRB の見解はこうだという、まあ、公式の見解という意味で非常に重要だったわけですね。で中身はですね、いろいろあるんですが、まあ、かいつまんで言うとこの一言に尽きると思うんですね。パウエル議長はですね、こういうこれを強調したんですね、リカバリー is a long way to go という、これをですね、明確に指示したんですね。これどういうことかって言ったら、そのアメリカの経済のこの回復っていうのはそう簡単にですね、達成できるもんじゃないと。目先いろんなデータを見てると、もうすでにこの新型コロナ が問題化する前の去年の2月、つまり去年の3月前のですね、状況に戻ったような企業あるいは産業もあるけど、よくよくこの現実を見ると、例えば、まあ、雇用にしてもですね、去年の3月前と比べて現在の失業者数っていうのは 7.6 名、760万人もいるわけです。760万人ですから、という現実もあるし、そして、またインフレがですね、加速していると、これは一時的だというふうに判断してるけども、とはいえですね、あちらこちらで、そのインフレが加速している数字も出てきてるし、これはまあ経済にとってマイナスなことですね。これも出てきてるし、あれやこれやいろいろ考えるとですね、そう、その楽観的にばかりしていられないと。まあ、いろんなお話がありましたけども、かいつまんで言うと、要するに、アメリカのこの経済が回復するというのには時間がかかると。そして、この金融緩和の縮小と、今度はこの引き締め、反対の引き締めですね、に、そのシフトするためには、そのためには、サブステンシャルファーザープログレスという英語で言うんで、これちょっと抽象的な話なんですが、相当のですね、この経済回復というものがはっきりとこの見て取れないと、今の金融緩和を緩めるつもりはないということなんですよ。だからこれはマーケットにとってはいい話で、今通り金融緩和、今のまあ量的金融緩和っていうのは120ビリオン。まあ、日本のお金って13兆円ぐらいですかね、毎月その国債を買って緩和してます、それからゼロ金利、これを今やってるゼロ金利をそのまま維持するとこういう話ですから、これはマーケットがいろいろ心配した、その心配が一掃されたということになるわけですね。そうするとこれからのマーケットはもうその FRB がああいったこういったということから、現実の経済ファンダメンタル、今の経済がどうなって、雇用がどうなって、そういうですね、データに基づいて、これからの相場が動き始める、つまりマーケットというものが正常に戻ってくるということなんですね。まあ私はそういう感じでございます。はい、増田先生どうもありがとうございました。はい。